こんにちは。こんにちは。大原田康久です。大原田ひろみです。イルカの時間です。今度何、体の占いまたやるんだって。そうあのワンデー講座っていうのがあって、この前日曜日にやったでしょ、今度ちょっと平日にやってほしいっていう方がいらっしゃって、あの土日ちょっと忙しいのでねってことで、6月はね25、木曜日か、この日ちょっと予定しています。何時からやるの？10時半から、で今回はねちょっと間にランチタイムも挟んでね、ちょっとみんなでおしゃべりしたりして、ああそうなの、っていうようなコースで考えております、ああそう、はい、ぜひ。なるほどね、はい、どういうことやるんだっけ。体占い、まず体占いとはということにお話をして、で、まあ、体って、まあ、宿妖経というものの元になってる話であったりとか、なぜこういう占いを、まあ、滝先生ね、薬剤師さん、滝先生がなぜこの占いを今一生懸命頑張ってるのかっていうようなこととかね、それとあと、まあ、それがまあ第一部になるわけ。まず体占いとは何かっていうのを理解してもらうのがまあ第一部のプログラムで、じゃあ次第二部のプログラム、これは27に分かれるわけ、の宿というものは27に分かれて、それを体に当てはめているので、27個の宿を特徴をね、例えばあなただったら左脇とかね、左脇の人の特徴はこうこうこうだよとか、私はすねじゃない、すねの特徴はこうこうこうだよってことを27を一通り全部勉強するわけよ。で今度ここから先が面白いわけよ、第3部としたら今度じゃあ自分の体は何、体ちゃんは何か、で占いたい体ちゃん、人の体ちゃんは何かっていって、その関係を見ていくわけ、例えば、どうしても気になる相手が、例えば目なんですって、すね、と目はどうでしょうかとかね、この人とこの人はどうでしょうかみたいなので、こう自分の周りのお友達とか家族、の体ちゃんを調べて、お父さんはここ、お母さんはここ、お姉ちゃんはこことかね、そんなことをやっていって、あとお友達も広げていって、自分を取り囲む周りの人、それと当然その関係性があるから、この人とこの人はこういう関係とかね、そういうことが分かるようになるのが第3部なわけ。ああそう、でもさ、そういうことってさ、インド先生でも分かるわけでしょ。ただインド先生術の場合はどちらかというと、私の感覚で言うとその人本来が持ってきた計画なわけよ、例えばあのいつ頃にこうなってこうなってこうなったみたいな、まあ、人生の流れね、でじゃあ誰かとの相性となるとさ、その相手には相手のまたホロスコープがあるわけさ、そうね、じゃあそうするとじゃあインド先生術の場合は相手のホロスコープをどうするのか、例えば生年月日は分かるかもしれない、でもインド先生の場合は出生地と出生時刻で性格のホロスコープを出すわけ、ああそうね、家族の中であの、やっぱりいらっしゃる、自分が受けてよかったから、例えばご主人のを見てほしいとか、お子さんのを見てほしいとかって、結局家族全員のインド先生術をやる方もいらっしゃる、そうだな、それが私は理想だと思うけれども、でもちょっとさ、あの職場でね、あのパート先でちょっとなんかどうしても苦手な先輩がいるんだけど、この先輩とどうしたら仲良くできるんだろうみたいな感じになると、生年月日が分かれば、その方の体ちゃんが分かるわけ、その体ちゃんと自分の体ちゃんとの相性みたいなもの、なるほどね、あそここうやればいいんだみたいな、もっと気軽に、ああそういうことか、やれるのは体ランナーのいいとこだと思う。なるほど、そういう位置づけな、そうか、まあだからそういうこと知ってれば、まあ、家族でもあれだな、例えばインド先生術ちょっと受けたらなんて言ったって、ね、そんなのっていう人もいるからさ、もちろんね、旦那がそうだと、ね、それだったらもう体占いでとりあえずやってみてね、そこでこう関わり方っていうのを学んでいくってことか、でもっと深く知りたければインド先生受ければいいわけだし、そうだカウンセリング受けてくださればいいわけだし、だからね、基本なんかさ、時々あの彼女もこの前受けたじゃない、時々体占いのこうテキスト見てるから、お友達の生年月日とか調べて、新しいお友達今できてるじゃない、高校入って、そうするとあの子は何だろうみたいなね、やってんだと思うよ。ああそういうことな、あそうすると私とはこういう関係かみたいな、なるほどね、まあそれはいいかもしれんな、上手に使ってると思う。ああそう、そういう使い方な、そう、私の感覚で言うとね、まあ確かにそのインド先生術はあのそれなりに読むのはかなりの技術がいるからな、っていうか、まあ、結構深いところまで逆に分かってしまうじゃん、例えばあの12の部屋に分かれていてね、過去性の部屋、多分過去性はこうだったろうなとか、才能の部屋、この人のこういう才能がある、ご本人がまた気がついて、例えば仕事の部屋、これから転職したい、どういう仕事がいいんだろうかとかね、あと今世の中で何に重きを置いてるかだよね、
例えばお父様との関係なのかお母様との関係なのか、ね、子供との関係かとか、うん、どんなことがあっても成果を上げるであったりとか、うん、そこにすごく星を集中させている方がいらっしゃるわけです、うん、それでやっぱりじゃあ成果を上げるって今世決めてるんだったら、うんうん、その成果を上げるためにどうしたらいいのかっていうカウンセリングになるわけじゃん。そうだな、うんうん、でも成果を上げる上においてやっぱりこう人間関係ってすごく大事だからな、うんうんうん、その時に体を使うって手もあるわけか、うん、今ちょっと困ってる、うん、ちょっと、ね、お困りですとか、うんうん、どういうふうにやっぱり環境変わった人が特に多いじゃんこの春からさ、うんうん、そんな時に私面白いと思うよ。そうだな、どうしてもやっぱりこう、うん、長い人生のプログラムというのも大事だけど同時に目先のことを解決していかないとな。今もぶち当たってる壁なんとかこう越えないと次がないからな、なかなかな、うんうん、それから今の連続があれだわけ、ね、進めないからな、うん、でも、うん、あこういう流れに沿って自分は生きるって決めてきたんだ、うんうん、使命というかなんかね、うん、計画だよね、うん、あ今私はその逆に間違っていない、うん、でちょっと今辛い時がある、うん、その時やっぱりじゃあ何の惑星にもやっぱりいろんな意味があるからね、うん、例えば今やっぱり土星の時期だと、うん、だからしんどいんだって、うん、でもこれが来年の例えば1月に抜けるって分かってない、うん、で今もう6月じゃん6、7、8、9、10、11、12、うん、あと7ヶ月したらこれ抜けるんだと思ったら、うん、よしこの間これをやって頑張ろうとかさ、うん、思えるじゃん、うん、まあ、先が見えないからやっぱりしんどいんだよ。そうだよな、うん、ああでまあその目先のことをとにかくこう体占いとかね、うん、まあ手相でもいいだろうし、いいと思う、そういうのでこうクリアしていくと、うん、いうことか。最近ちょっとサロンのお客様にもちょっと手相見せてもらったりするんだけど、うん、ああなるほどなってやっぱり手相してるもん、うんうん、でやっぱり大体皆さんねインド先生っておっしゃることとすごく似てますねって、うんうん、そうだね、うんうん、やっぱり惑星があるとかね、うん、この手のひらに宇宙があるっていう、うん、ここだよね。そうだよ、うん、だからそのさまあ手相体占いインド先生ってさ、うん、やっぱりこうその位置づけとかさ、うん、そういうのはちょっとさ教えて言ってあげないとさ、うん、分かんないと思うよ。ああそうですね、一体、うんうんうん、どれが どうでどう使えばいいのかとかさ、うん、一体そこは何やってんだろうと思うじゃん。かもしれない、ね、うん、占いの館になっちゃったそれはそのとおり、どうしようと思う。ただね今私ワンデー講座やってるじゃないですか、うん、じゃあワンデー講座って何のためにやってるのっていうと、うん、例えば私のほうにたくさんのセラピストさんも来るわけですよ、うん、例えばヒーラーに、うん、まあ、もちろんもうすでに有資格者って人もいるわけよね、うん、アロマをやっています、うん、ヒーリングをやっていますとか、うん、あの施術をやっていますとかって言って、うん、じゃあそういう人たちがあのお仕事的にねもう毎日のように行列になっていて、うん、あの全く何も悩みがないかってそういうことじゃないわけですね、うん、逆にこう自分のことで、うん、自分の体調とか、ね、自分のことで悩んでる人もいるわけだし、何かもう一つ、うん、まあ、集客のツールったらちょっとあれかもしれないけれども、うん、きっかけが欲しい、うんうん、その体の中ですごいそういうきっかけになると思うんだよね、うん、プラスアルファ、うん、例えばヒーリングに来たお客様にちょっとね生、うん、年月日を聞いて、うん、こうですよって言ってあげて、うん、わあ面白いって、じゃあ今度体占いで、ね、うん、あの見てくださいっていうような、うん、そんなことも私は可能だと思うんだよね、うんうん、そうだね、あそこに行くと体が癒されるけれども、うん、プラス何か一つアドバイスをしてもらえる、うん、体のことだけじゃなくて、うん、人間関係のこととか、うん、人生のこととか、うん、そういうの私はすごく大事だと思うの。まあそうだな、うんうん、まあ、これは例えばコミュニケーションツールだよね、あの、会社の中とかさ、うん、家族の中でもさ、うん、それを話題にして、ね、うん、盛り上がれるっていうこともあるしな。あるあるある、うん、そういった意味では例えば今実際サロンやっているとか、まあ、サロンって言ってもね、うん、私みたいにサロン開いてないでおうちサロンみたいな人ですよね、うんうん、そういう人も一つのね、うん、きっかけ作りとしてやっていけばいいと思うし、うん、実際この体占いをね、うん、私と同じようにワンデーとかやってる人もイベントに出展してね、うん、あのなんかアスピ系のイベントってあるじゃん、うん、あるある、うん、そうすると、うん、今まだ体占いって新しいわけです、うんうん、だからそれを、ね、うん、体占いをできますよって言って10分1000円とかさ、うん、15分1500円とかそんな形で、うん、あのイベントでたくさんのお客さんと、うん、うん、ってる毎月イベントに出てね、やってらっしゃる方もいるんですよ、ね、なるほどね、うんうん、だからそういうようなものの一つとして使っていくのも私はありかなと思うんだけどね、うん、まあそうだね、うんうん、まあ本当に自分のことなかなか分かんないからな。そう、うん、私だってあの時々ふっと思って時々思うわけ、自分のホロスコープ見て、うん、あだからだよなみたいな、うんうん、毎日毎日ホロスコープ眺めることはしないけども、そうだな、うんうん、何かふっと思った時に見てみると、あやっぱりこの流れなんだなっていうのはあるよね、うん、そうだ、やっぱり自分のことなかなか分かんないんでさ、やっぱりそれは自分でなかなか
チェックできないからさ、普通はな、うんうん、そういう判断基準、ね、そう判断基準ないかがないとな、うん、あうん、私はあっていいと思う、すごく。そうなんだよ、だから瞑想してもなかなかやっぱり自分のことに関してはね、こう、うん、ガンガン入ってきてね、うん、クリアには出てこないんだよね大体な、うん、だから内観だってやっぱそういう内観の道場って一種の缶詰になるからこそ出てくるものってあるんですよ、うん、そういうことなんだよ、うん、だそういうものとして私は使っていけると思ってる、うん、なあ、まあいろんな手法を使いながらな、うん、やっていくのにね、うん、で何、もう一回言って、あ、体ランナーでワンデー講座6月25、うんうん、ただこれはね本当にこの前ね地方の人になんか、うん、なんかスカイプでできませんかとかね、あ、聞かれたりもしたんだけども、やるようによってできると思う、うん、だから、うん、例えば、まあ、大体5時間弱なんだけど、うん、1日無理って言うんだったらじゃあ分けようか、1、2、3分流れてる、あ、そうだ、ね、1部と2部を今日やって3部したやろうかとか、うん、その辺はね自分でサロンを持ってるので、うん、柔軟に、うんうん、お答えしていきたいなと思って、そうだ、ぜひぜひ、うん、これホームページはに開いて書いて、はい、OK です、分かりました、大丈夫です、はい、はい、じゃあまたねお待ちしてますね、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。